はい、こんばんは。こんばんは。9月8日火曜日、時刻は9時を回りました。千住でクロスつながる鍵のボンバーさやかとタンタンがお送りいたします。さて、はい、でこの番組では皆さんのメッセージ受け付けております。はい、cws@senjux.com cws@senjucross.com までこちらにぜひぜひメールしてください。はい、お待ちしております。お待ちしております。メールいただいた方しっかり絡みますので、ぜひ気軽に送ってください。はい、さて、私ボンバーさやかとですね、はい、この番組の MC のスイスイがですね、はい、この間タンタンのお店に遊びに行きまして、すっごい嬉しくて、平日のねランチのめちゃごみの時に行ったんですよね来てくれてね。そう、六本木のなんだっけ、ミッドタウン。はい、ミッドタウン。そうそう、あそこにあるお店でね、はい、お店の名前何でしたっけ。ノッククッチーナボナイタリアーナって愛称ノックって言うんですけど、うん、ミッドタウン店が、去年の11月にオープンして、本店があるんですけど、本店は、グランドハイアット東京、あの六本木ヒルズ の向かい側にあるんですけども。あ、じゃああっちは2号店の方なんだ、私たちが行った方は。へー、この間できたばっかりなんだね、じゃあ、はい、そう、カウンターにね座ったんですけどね、すっごい厨房が丸見えの状態 で、だからね安心するよね見たい人にとってはね。そうなんですね。で、タンタンが目の前で一生懸命仕事をしてる姿がね、はい、かっこよかったんですよ、とっても。またまた照れる。なんかいつもほら番組ではニコニコしてるけど、はい、めっちゃね真面目に仕事のしてる顔がね、わーすごいと思って、どんな顔してんだろうで、スタッフの方たちも本当に皆さん頑張って仕事されてるんですけど、なんかこっちに X とかやってきてくださったりとか、分かっていただいてますよね、見てますよとかって声もかけていただいて、すごいいいところの環境だね。はい、なんかもうスイスイと一緒にずっと言ってた、だんだん愛されてるねって言っていやー、私があのこの放送やってるのみんな知ってるので、うんうん、クロス頑張って、今日クロス行ってらっしゃいとか、はい、お疲れクロスとか、そう、あの話しかけに来てくださった、はい、あの7月の七夕の時の放送を見てくれたって言ってた方、市川さんですね、方いらっしゃるじゃないですか、はい、あの今度ゲストによかったら、あー、なんかすごい喋りたがってて、僕喋りますよとかすごい言ってて、そう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 、ぜひぜひお待ちしておりますもうこんなゆるい感じの番組ですが、ね、市川さん、ぜひこちらの席に、ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。めっちゃ皆さんいい人だった、優しく、はい、っていい環境だね。もうみんな大好きで、お店 もスタッフも、お料理超美味しい。美味しいですか。美味しかった。ありがとうございます。もうパンも美味しいし、お野菜も美味しいし、で私わさびのパスタを食べたの、はい、食べましたね、美味しかった、ね、あれ、あっちゅう間に食べちゃった。美味しいんですよね。そうで、ティラミスも美味しかったしね。スイスイもね、あの私が作ったエレナサラダってすごいモリモリの野菜ね、食べてくれて、そうそう、あのベジタリアンの人、私友達にいるので、はい、あ、ベジタリアンの友達連れて行こうって思いました、あのお店に。ぜひあの夜とかもベジタリアンだとそういうの言ってくださると、うん、そういうオーダーでいろいろ作るので、そう、パスタ作ってるあの彼、タンタンの1個上1個上なんですよ。本当に38歳ぐらいだと思ったんだけど、まマサキさん38歳って言われてますよなんかね風格がすごいんですよ。すごいですよね。でも1個上の先輩で、でもすごいパスタ場でパスタも触れて、うん、力があるし、あのすごい何十人何百人前も作ってるので、私すごい尊敬していて、ねー、びっくりしたと思いながら、ちょっとマサキさんとか目指して頑張るんで、はい、ね、そんなこんなで、はい、そんなこんなでね、そうなんです、楽しませていただきました、はい、さらにですね、あのスイスイのね、はい、お姉さんがやっているお店のタンポポに私行きまして、はい、これまた美味しかったし、はい、あのカウンター席でね、あの皆さんとの距離が近いからめちゃめちゃ仲良くなれて、そう、こっからもすごい近いからね、また行きたいなと思いましたね。私も 2,3 回行きました。いいな、私もなんかお店出そうかな1日半ぐらいで潰れると思うけどねはい、というわけで、はい、さあこの番組は私たちとつながった今日注目のゲストを招きして50分間のお話を聞かせていただくトーク番組なんですが、はい、それでは今日本日のゲストは誰なんでしょうか。今か今かとですね、待っているんですよね。はい、なんか美味しそうなフルーツなんかあるんですけど気になっちゃいますね。お待たせいたしました。今夜のゲストは原しおりさんです。どうぞ。原しおりさん、こんばんは。こんばんは。なんかすごい、はい、鮮やかな色と、なんかフルーツってことで、なんかフルーツすごいねえ、はい、もうね、あの靴までね、うん、黄色でね、
かわいいですね。ゴールドキュイ、ゴールドキュイの、あ、ゴールドキュイとか、なんだろう、オレンジとか、オレンジのちょっと桃とかかな。かわいいですね。なんかフレッシュが、フレッシュさん、素敵です。ありがとうございます。簡単にですね、プロフィールご紹介しましょうかね、はい、まず山梨大学の大学院でワイン科学研究センターに所属されていらっしゃったということで、はい、まあなんとも難しいそうなんですよ、ね、何を学ばれたんですか。ですね、あのやっぱ山梨ってブドウとか桃とか、うん、本当フルーツ有名なんですけど、うん、その中でも、まあ、ブドウを育種って生育させて、うん、それを使ってワインを作るっていう大学に行ってました。さらにですね、すなんと乳酸菌についても学ぶって、はい、乳酸菌ってあれですよ、お腹のなんか整えるみたいな、ああ、ね、トとか味噌とかなんですけど、はい、あの乳酸菌はあの赤ワインの中であの、うん、マロラクティック発酵って言って、あ、得意、ちょっと難しい、ああ一応関わっているという感じで、ワインにも関係しているってことです。なんかどっちかというとちょっと科学っぽい感じがしたんですけど、はい、でもまあお酒というか、うん、その食べ物なんですね。そうですね、食べるのとお酒が大好きなもので。大学に行かれたのはなんでその大学を専攻されたんですか。やっぱりもともとは違う福岡の大学にいたんですけど、うん、やっぱお酒大好きで、はい、やっぱ好きなことやりたいし、まあ、好きなこと勉強していきたいなっていうことで、うん、ちょっと転学して山梨大学の院まで来ましたと。ね、もうね、そういう感じです。お酒好きそうな顔してる何が一番好きですか。日本酒も大好きだし、うん、ワインも大好きだし、あとウイスキーも結構好きなんですけど、まあ、最近ちょっとハマってるのラムかなと。もう好きすぎて自分でじゃあ作っちゃう側に回ったってことですよね。そうなんですよね。そう、それも半年間ちょっと日本酒の蔵でさせてもらいました。日本酒も元から作ったりもして。そうで、日本酒はたまたま本当好きなことをやりたかったので、はい、あの千葉の勝浦っていう蔵のところに半年間だけ本当に作り専門で、はい、あの岩手の南部当時さんって言って出稼ぎできてる、うん、はい、あの蔵元さんと一緒に本当60代とか70おじいちゃんたちと混ざってこう米をやったりとか、買い付けをしたりとか、はい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 、タンクをこう中入っちゃって洗ったりとか、なかなかそれできないですよね、今ね。すごいな。だってこうやってつくのってなんかこう醤油とかお味噌とかを作る、ああいうのしかイメージないですけど、本当そんな感じです。酒蔵に行っちゃいましたか。酒蔵に行っちゃいました。好きすぎて酒蔵まで。それでも目の前に自分の大好きなものがあったら大変じゃありません、セーブするの。毎日飲んでですよね。発してました。はい、すごい経歴ですね。そしてですね、今は大田市場でフルーツの定期宅配を行っていらっしゃったり、あとは個人的に日本酒のイベントを、あ、そうですね、されてらっしゃるということで伺っていますが、だからこう今日はね、このフルーツのちょっとフルーツをアピールしようかなと思って、フルーツ好きですか。フルーツ大好きです。いやいやいや、私は結構仲良くて、この前、あの日暮里でキュートでなんかフルーツジュースのこう期間でこう販売催事が出てて、私そこで日暮里ちょっと通るので、うん、日暮里行ってあのイチジクのフレッシュジュース飲んですっごい美味しくて、イチジクって珍しい、スペル珍しくて、まるまるイチジク皮ごと全部やっちゃうんで、美味しそう。酵素も入ってて皮も入ってて食物繊維いっぱいで、うん、で本当に一個一個その場で作るんですよ。作り置きしないの。ああ、もう最高ですね。最高です。まずはですね、今日の、トークのキーワードいきましょうか、はい、お酒ということで、はい、まあ、先ほども少しねプロフィールの中でも出てきましたが、はい、好きなんですね。大好きです。誰の影響でそんなにお酒が好きなんですか。誰だろう。いや、家のお母さんとかも結構みんな飲む人なんですけど、うん、すね、やっぱ大学に入って、うん、サークルとか飲み会行ってやるですね。最初からこう苦味とかうって感じがあったんですか。 ありました。最初はもう本当に全然飲めなくて、うん、可愛らしくカシオレとか可愛いですよね、あの梅酒とか、うん、あの巨峰サワーとかですよね。そう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 、うん、そういうのばっかり飲んでました。へえ、ご出身どちらですか。出身島根県なんですよ。田舎です。田舎、鳥取とちょっと1、2をワーストで争うぐらいの田舎。いや、そんなことないです。そんなことないですけども、はい、なんか例えばこう秋田とか新潟とか、うん、その日本酒の、ね、場所って言われてるところのご出身なのかなと思ったら、そうではなく。そうでもなく。へえ、意外と家の100メートル先に大六っていう、うん、結構東京では出てきてる酒蔵はありました、うん、あ、そこでちょっと忍び込んでいたずらとかたまにしてましたけど。なるほどね。もう匂いを嗅いで育ったんですね。じゃあね、そうかもしれないです。じゃあそこ
からまあ、 あの大学生の時からお酒が好きになり、はい、もう作っちゃおうと、作っちゃおう、勉強しに行っちゃおうと、山梨まで、可愛らしいお酒からどんどんちょっと、ね、度数がちょっとどんどん上がっていっちゃうかもみたいな、あのお酒の失敗とかってあります？結構ありますよね。これ放送で聞けるところだけでいいので、言えるところだけでいいので、どんな失敗しました？大体よくあるのが記憶がないっていう、あのそれはどれぐらい飲んで記憶飛ばします？結構飲んでますね。あ、一回すっごい飲んだのは、あの一升瓶を大学院の男の子と半分ずつ飲んだっていう、っていうのはね、一升瓶って相当ですよ。そうですけど、その時は飲みすぎたなって思ったんですけど、え、二日酔いとかならないですか？はい、ああ、その時はめっちゃなりました。もう起きれない、動けないっていう。今はほどほどになります。すごい、ちょっとまだ良くなりました。でもね、はい、ほどほどになっても多分ね、一升瓶の3分の1は飲んでらっしゃいそうな感じしますけどね。飲んでるかな。お酒作りを間近で見たことによって、はい、まあ、例えば新たな発見だったりとか、うん、そういうのってありました？やっぱりあの、そのやっぱお酒作ってる人たちの気持ちがすごく伝わりました、うん、はい、なるほどね。なんか出稼ぎでわざわざ来てて、うん、半年間ぐらい家族にも会えないし、うん、本当にもう朝昼晩一緒で、住むとこも一緒で、ずっとその人たちと半年暮らすんですけど、それでもやっぱ合宿みたいなもんですよね。そう、本当合宿、お酒作り合宿みたいな。それでなんだけど、もう本当一個だけ思ってるのが、本当いいお酒を作ろうっていうことだけで、本当美味しいものを飲んでもらいたいって思いだけでやってるんで、それはすごいなって思いました。あの酒蔵って言ったら、それこそすごいもう人が何十人も入るんじゃないかっていうような大きい樽みたいなものにこう一生懸命こうつついきながらってやってるイメージがあるんですけど、あれを例えばちょっとミスしたりとかしたら、やっぱりまずくなっちゃうんですか？はい、ちょっとミスっていうぐらいだと大丈夫なんですけど、うん、基本何やってるかっていうと、お酒って菌が全部作るんですよ、はい、こっちがなんか手をかけるってあんまなくて、やるのは温度管理なんですよね。どのタイミングで菌を入れようかとか、どのタイミングでお米入れようかとか、発酵させなきゃいけないですもんね。菌のその温度を調整したりしてるっていうのがお酒作りなので。それにこの乳酸菌が関わってくるんですね。そうですね、乳酸菌。この体験っていうのは、なんかどっかこう体験できますよっていうのがあったのか、なんかどっか本当に最初の仕事をちょっと全然あの合わなくて辞めちゃって、でその時にやっぱ思ったのは、やりたいことをやろうと、ちょっと若いうちにちょっとやりたいことやっとこうって思って、電話かけました。もういろんなところに電話、ネットで調べて電話かけて、面接来ていいよってところにわざわざ行って、その時新潟住んでたんですけど、新潟から車でブーンってこう地方で行って面接させてもらって、いいよっていう感じで、あ、じゃあよろしくお願いしますって感じで行っちゃいました。その年齢としてはかなりね、はい、あの年配の方たちと一緒に、まあ仕事というか共同生活だったわけじゃないですか、はい、いかがでしたその生活は？最初はだいぶどうしようって感じだったんですけど、やっぱもう年齢が60歳70歳ぐらいで、本当孫みたいな感じで接してくれたので、ね、そこは本当に助かりましたというか、いろいろいろんなこと教えてくれた、お酒作りもそうですし、あとあの戦争の話とか、あとカラオケの話とか、そうそう、本当におじいちゃんたちにちょっと囲まれてですけど、人生経験にもなりますね、なんか聞いてるとね。本当にそうですね。へえ、面白い。なかなかこの若さで、いや酒蔵行ってましたって言う人いないですよね。車で飛ばしていきました。いや、じゃあ割とこう、はい、なんて言うんでしょう、日本酒だったりとか、ワインとかブランデーとかのも作り方とかは大体わかる？もう大体わかりますね。いや羨ましい、好きすぎて私全然わかんないんですよ。すっごい好きなくせに、どんな作りなのかがわかんなくて。わかる？全然わかんない。ブランデーとウイスキーの違いがまず若干わかんないし、ワインもまあ、発酵させるんだろうなとか、エタノールはなんか発酵させたらなんかになったんだろうなとか、はい、それぐらいしか分かんなくって、ちょっとなんか豆知識的なもので教えてもらってもいいですか？あ、じゃあ基本は、あの醸造酒っていうのと蒸留酒っていうのがあって、あ、はいはいはい、醸造酒はさっきみたいにワインとか日本酒、あの菌が、なんだっけ、糖分がアルコールに変わってそのまま飲めちゃうお酒、はい、なるほど。で醸造酒を蒸留したのが蒸留酒で、ウイスキーとか焼酎もこっちに入りますよね。あ、そうそう、焼酎とか。なるほど、ね、そんな感じです。あのよくあれですよね、糖分気にしてるダイエット
ターの人たちはこっち側っていう。そう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 、ビール飲まずにこっちですよね。ウイスキーか。そう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 。さすが、さすがのんべえつって。ありがとうございます。お褒めいただきありがとうございます。いや、クイーンのんべえに言われると嬉しいですね。ちょっと。あ、そっか、そう、ボンバーさんも結構飲みますもんね。そうですね、飲むの好きなんですけど、でも、ね、ちょっとでもそういうのを知っとくと、はい、またお酒選ぶときに、あ、こっちの方がいいお酒かなとか、確かに確かに、誰かに奢ってもらうならね、やっぱり高い酒行きたいですからね。日本酒だと何が好きなんですか？はい、日本酒だと、なんか銘柄とかは特にないんですけど、あの純米酒で吟醸酒、純米吟醸酒っていうのが好きです。日本酒で何、はい、3種類ぐらいでしたっけ、なんかありますよね。 あります、あれ何が違うんですか？あれはですね、大体こう普通酒と、まあ、吟醸酒と、まあ、純米酒ってあるんですけど、うん、はい、まあ、普通、純米酒はアルテンって、うん、アルコールを添加しないお酒なんですよね。ほー、まあ、イメージだとこう生きたまんまのお酒みたいな、そのまんまっていう、そのまんまって感じですね。ほー、はい、でアルコール足すのか、アルコール足すのが普通酒だったりとか、あと、はい、あの吟醸酒っていうやつですね。はい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 、はい、アルコール足すと、うん、まあ、菌をちょっと育成止めてたりとか、まあ、味がすごいクリアな、綺麗な味なんですね。あ、そういうことか。すっきりしたやつ、なんか面白いですね、はい、聞くと。そう、ね、うん、勉強になるね。お酒タンタンはね、あんまり飲まないけどね。あ、そうなのね。飲まないけど興味本位で飲みますね。そう、飲まないし飲めないんだけど、うん、こういう時に結構飲んでくれるんだよね。あ、全然。で、後から番組終わった後に、あ、酔っ払いつるって。フラフラしてるっていう。結構私ここで一杯飲むじゃないですか。ちょっと微妙にクラクラしちゃうんですよ。そう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 。でも頑張って飲んでくれるっていうね。いい子だね。いい子だ。そうなんだ。いや、あの、こういう男性がいたら絶対モテますよね。いや、私ほら女性だからね、はい、あれですけど、こういうなんかお酒のうんちくとかを語ってくれる、綺麗に分かりやすく語ってくれると、なるほどね、これはモテますよ、きっと。そういう情報って。そうですね、酒蔵にいましたね。男性にね。そう、かっこいいな。あの、自分がお料理するときとかにも、はい、そういうやっぱりお酒とかも使ったりされます？料理するときのお酒ですか？はい、料理酒、料理か。料理するときにはもう料理酒、ね、料理酒か、あとはあの、なんだっけ、ブランデーだったりとか、はい、あとはあの、うん、ワインですね。煮込みとかには入れるときには入れます。あの、もう参加しちゃってとか、ちょっと飲み会終わりの残っちゃったワインとか。わかる、わかる、とっても分かる。そういうやつですね。いい味聞かせてくれるんですよね、あれがまたね。そうなんですよ。スーパーでよくあのワインとか買うんですけど、うん、普通のワインで私いつもまあ料理してるんですけど、うん、調理用のなんかこうパックのやつですか？パックのやつ、あれ何が違うのかなと。辛口、甘口、なんか何が違うんだろうと思って。多分安い。あ、安い。あ、まあ、そうですね、多分あの輸入ぶどうを使ってたりとか、まあ、本当にパックと、そうですね、まあ、安いのかなって感じですかね。かな。へ、お料理か。お料理だったらでもそんなに何でもあんま気にせずに使える。そうですね、うん、そうなんだ。いや、面白いですね。お酒ってこんなに奥が深いんだなって。そうなんですよ、思いますね。ハマっちゃいます、ね、ですね。はい、さあ続いてですね、もう一つのキーワードいきましょうか。まあ、メインになりますね、キーワードが。はい、フルーツ。こちらです、フルーツいっぱい、はい、今日もね、お洋服もフルーツで、はい、そしてフルーツが今日これすごい美味しそうなんですよ、はい、すごいいい香りがするフルーツをですね、桃と梨と、これがそう、黄金桃って言って、黄金桃、黄色い桃なんですよ、中身全部黄色いです。はい、今日はですね、今は、はい、大田区にある大田区市場、はい、あ、大田市場ですね、はい、あ、はい、大田市場、はい、大田区市場、はい、入れちゃった。大田市場で働いていらっしゃるということ で、 あ、そうですね、私も今回初めて知ったんですけど、フルーツの市場で最も大きいのがこの、そうです、そうです、大田なんですね。あの、魚といえば築地という感じで、あの、青果といえば大田市場っていう、日本で一番大きい青果市場ですね。知らなかった。そういえば果物の市場って分かんなかった、うん、そうですね、あんまり聞かないですね、確かに、うん、聞かないけど大田区にあったんだっていう。そうなんですよ、大田区に。へー、すごく貴重なんですよね、その新参者はいけないんですよね。そうなんです、大田市場ってやっぱ大きいですし、うん、はい、あの、なんですかね、老舗というか長くやってるので、うんうんうん、新規で入るのはなかなか難しい市場なので、うん、新しく取引しようって思ったらなかなか入れない。
ていう、あのバッジとかあの築地とかの整理するときにあるんですけど、あのバッジも取るのもやっぱ何百万かちょっと積まないとなかなかこう、やっぱ入れてくれないんだ、つながりとかないとなかなか入れないっていう一番なので、原さんもなんか被ってるんですか？あの築地みたいな感じで実は被ってね、競り合ってるみたいな、はいとは思いきや一応競り人さんと一緒になって、あの朝がこのフルーツいいなっていうのをこういう定期とかの入れるときに選ぶの一緒についててもらってるって感じですね。かっこいいですね。あの、まあ、築地といえばそれこそ朝のもう、はい、ね、うん、朝というかもう夜中ぐらいの朝の早さじゃないですか。フルーツってどうなんですか、果物ってどうなんですか？果物は大体あの私は7時ぐらいに行くんですけど、うん、7時より手前ぐらいとか6時45分ぐらいから大体競りが始まってますね、うん。やっぱ早いんですね。早いです、早いです。昨日とか一昨日とかも松茸の競りやってます、うん、岩手県産のこれぐらい箱に入って、まあ、仕入れで1箱1万円とか、はい、あとはあの有名なとこだとルビーロマンっていう石川県のこれぐらいのすごい大きい粒のブドウあるんですけど、初競りであの30万とか 100万とかそれぐらい、あのあれです、大間のマグロみたいな、ああいうイメージのすごいですね。そうそう、初競りはそれぐらいいっちゃいますね。あ、そうっていうのを朝やってたりしますね、一番。その卸のところで、競りの場所でその値段ってことは、はい、末端の我々が食べるときにはどうなってんだってことですよね。どうなってるんでしょう。えらいことですよね。大変です、まあ、初競りなんで、ね、それこそ、タンタンが働いているお店のフルーツとかも、はい、この大田市場から来てるってことだよね。かそうかもしれない、そこの業者さんが入ったらかもしれない、かもしれないです、ね、かもしれないです。へえ、なんでその、まあ、お酒からフルーツに、はい、やっぱりブドウのワインの影響ですか？ワインの影響もあるんですけど、まあ、その酒蔵を終わってから、うん、ちょっと飛び込み営業をずっとやってたんですよね、うん、でそこで扱ってたのがフルーツだって、うん、でそこの本部にちょっと今度新しく新規事業が始まったんで、うん、そこからどうですかってことで始めて、もともとフルーツ大好きなんですよね。原さん、はい、エネルギッシュな方ですよ ね飛び込み営業行ってみたりとか、そこから、まあ、自分から行っちゃったみたいな、いろいろ飛び込んじゃってる感じです。すごいな、行動派ですね。、はい、そこからフルーツを。フルーツの良さって何ですか？フルーツの良さはですね、やっぱりこうすごいのが、あの普通の食べ物、例えばあのパンだったりとか、うん、なんだ肉だったりとかって、うん、食べたら消化にすごい時間かかっちゃうんですよね、うん、フルーツってもう木の上でもなった状況でもう熟しているので、食べてすぐ栄養になる、で消化にも全然負担かかんないので、うん、食べてすぐ元気みたいな感じでいいです。フルーツのこうおすすめな食べ方っていうか、食べるタイミングとか、食べるタイミングとかなんかありますか？食べるタイミングはすごい重要、食べるタイミングは重要で、うん、こういうなんですかね、桃みたいなやつは、はい、あの買ってすぐ食べた方がいいです。へー、あのでたまに硬いのあるんで、それはちょっと置いといた方がいいです。で梨とかもすぐ食べた方がいいです、はい、すぐ傷んじゃう。あと実はリンゴも最近出てきてる、はい、あの早生の新しく出てきてるのも早く食べた方がいいです。へー、タイミング結構大事です。置いとかない方、あ置いとく方がいいのはこういうプラムとか硬いやつ、夜梨とかです。スイカが今、はい、あのうちの我が家に勝手にありましてですね、はい、スイカを選ぶときって、はい、よくなんかみんなちょっとコンコンって叩いてみたりするじゃないですか。でも刺して甘くなかったとかあると思うんですけど、見分け方とかやっぱりあるんですか？いろんなフルーツですか？フルーツで。フルーツでだと特に桃とかだと、これちょっとあんまないんですけど、うん、なんか斑点みたいなのがあるんですよね、はい、そういうのがついてる方が美味しいです。黒い斑点ですか？黒いっていうか、あのブツブツしてる方が、ブツブツみたいな、ちょっと白い泡泡っていうか、ふわふわっていうか、なんていうかね、ニキビみたいな。ちょっと例えダメですけど、すごい言い方ですね、例え全然ダメですけど、わやわやふわふわカラーのまさかニキビにっていう、つぶつぶというか、なんかあの泡みたいな感じ、湿疹みたいな感じですよね。ちょっと見た目はちょっと怖いですけど、はい、そういう方が美味しいです。そっちの方がいいんですか？美味しいです。あと痛みとかを見るときに、この桃のこの裏側を見てもらって、はい、こう木になってるところあるじゃないですか、はい、そこが穴開いてたりするんですよね、はい、それ角割れって言うんで、そいつは買わない方がいいです。あなんか腐っちゃってる時があるんで、もう売れすぎちゃってるんですね。あその中の種がこうパカって割れちゃ、中で割れちゃってるんで、でそこからちょっと水が入ってカビちゃったりするので、そういうのは避けちゃった方がいい。そうなんだ、すごい。あのこれからのシーズン、私みかんが大好きで、みかんの甘い、はい、いい見分け方はあります？おばちゃんみたいでした。ありますあります、教えてください。みかんって、はい、あの菊みかんっていうのがあって、はい、
あのみかんの中でもなんか菊みあのお花の菊みたいにボコ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 してるのがあるんですよ。ギュッてしててボコボコしてるの、あれはすごい美味しいです。そうなんだ。逆にふわふわしててこうなんか中の実と皮が離れてるやつはちょっとね、はい、美味しくない。美味しくない。あの私あの柔らかくて皮が大きいのに中がちっちゃいやつ、はい、私あんまり好きじゃなくて、 あれは外れです。あですよね。ですですです。あのもう指突っ込んだら身まで取れちゃうみたいなくっついてるタイプがすごい好きで、あ、それそれそれが美味しいやつです。あ、やっぱり それですそれです。やっぱりいいこと言った。いやでもありますよね、自分の好みの。あ、でも私の知り合いの人は逆にあのブヨブヨのやつが好きだっていう人もいるんですよ。甘くなくって甘すぎずにあれが好きっていう人もいるから、やっぱり人それぞれだとは思うんですけど。確かにさっぱりしたのが好きな感じなんですね。そうなんですよね。もうあの硬いやつだとちょっと高いから、あー、確かにね。あの原さん果物買うときそばにいてほしい。そうですよね。だってね、あの日本ってね果物がすごく高い気がするんです、はい、私でカジュアルに食べないと思うんですよ。それこそプレゼントにとかで、確かに確かに、ちょっと高級なイメージがあるから、頻繁に毎朝とか、それこそみんなお皿に持って食べたりとかするじゃないですか。でも海外ってよくドラマとかでもみんな朝バナナポイって持ってったりとか、ランチにジップロックの中にバナナ1本突っ込んでたり、あとちっちゃいリンゴ突っ込んでたりとか、朝みんなこうやって電車の中でリンゴ食べてたりとか、そういうあんまり風習が日本はないから、確かに、まあ、お野菜をねその分いっぱい食べるかもしれないですけど、フルーツいいですからね。フルーツめっちゃいいです。朝特に最高です、ね、朝ね、朝あちょっと眠い時に、うん、こう酸味が効いたものと、うん、あとちょっと糖分取ると目がパッと覚めるんで、最高です。今って女性すごくスムージーにして飲むのとか流行ってるじゃないですか。はい、あれいいんですね。じゃあ、ね、あれもすごいと思います。あの野菜も一緒に入ってるんで、そうなんて言ったってね、酵素が取れるんです。酵素がいいです。酵素知ってる。酵素あんま必要ないかもしれないけどまだそうですね、必要ないと思いますまだ、うん、それこそね原さんも多分もうご存知だと思いますけど、はい、酵素お肉とかお魚食べるときにお肉とかって6時間ぐらいかかって消化して、で酵素をめちゃめちゃ使うんですって。でそれがまあ体の中に錆びていっちゃうと言われているけれども、はい、お野菜とかあとフルーツって酵素を取りやすいんですけど、お野菜って、うん、炒めちゃうじゃないですか。そうなるとちょっと酵素が減ってしまうっていう。でもフルーツだとそのまますぐいけるから酵素取りやすい。酵素ジュースとかなんか作ってましたね。私前の職場とかなんか、あのフルーツを切ってジューって入れて、あの酵素をこうこあの消さないようにこうジュース作るやつ。へえ。あって、すごいいいやつだ。そういう、そう高いのがあって、それで徐々に出してって。へえ。酵素をちょっとなんかあのリンゴとかも剥いちゃうと見るからに酸化が進んでいっちゃってるじゃないですか。あれを止める方法ってあります？あれですね、あれはすごくいいですよ。あのこの前ちょうど日暮里のエキュートでジュース屋さんやらせてもらった時も、うん、はい、あのカットフルーツもパーって並べるんですよね。並べてましたね。そうです。そうするとやっぱカットしたところからやっぱ酸化してきちゃうんで、その時何がいいかというとレモン水ですね。レモン水か、はい、あれすっごい結構色変わんないですよ。本当ですか、はい、私もなんか料理の時にリンゴ切ってこうプレート作って並べる時やっぱちょっと飾っとくと黒くなっちゃうので、その時オレンジジュースにちょっと軽く浸してリンゴとかやったりとか、まあ、よく、まあ、ちょっと味変わる、よくやるのが多分塩水とかですよね。確か塩水、ね、おばあちゃんの知恵みたいな。そうそうそう塩水だとね美味しくないんだよね。わかります。そう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 、なぜ甘いリンゴが塩の味がするんだろうみたいな。それは思いま す、ね、おばあちゃんはありがたいんだけどちょっと酸化してもいいからちょっとやめてほしいかもって思ってます。そうなんです。塩かよみたいな思ってた。あ、そうか、じゃあレモン水がいいんですね。レモン水です。クエン酸だと思います。あ、なるほどね。めちゃめちゃ勉強になりますね。でそろそろですね、あっという間の時間だ、はい、早いということで、ということで、いたしめきましょう。ここでは一旦曲、はい、PV の方を紹介したいと思います。大地水産で AAO です。どうぞ。今日は本当にどうもありがとうございました。 AAO。
ないし、明日は日曜なのに予定もないし、何のために生きて行けばいい。小野浩平と申します。27になります。静岡県の伊東市、勤務してもう7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、
福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところがあるんですけど、開業支援をしてくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育医療介護の株式会社キャンでお送りいたします。はい、ということで ただいまの PV は、大地水産で AAO でした。でこの番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェブ7階ブースから配信してお送りしております。でこの番組では皆様のメッセージ受け付けております。 CWS@senjux.com CWS@senjux.com はぜひぜひメールしてください。はい、お待ちしております。お待ちしております。さてさてさて、今日はですね、はい、ゲスト原しおりさんをお迎えしております。お酒のプロフェッショナルであり、そして果物のプロフェッショナルでいらっしゃるということで、勉強になりますね。すっごくね、ありがとうございます。ずっと横にいてほしいです、はい、うん、あの見ていただいてる方もですね、きっとあこういうことなんだ、ああいうことなんだってきっとね、知識として学ばれた方多かったと思いますね。ぜひぜひ。いやいや、もうずっと CM 中も喋ってましたけど私8月にですね、はい、ちょっとカナダの方に行ってきたんですね。でまあもともとカナダとかっていうのは、うん、ウェスタンの人たちのスーパーってめっちゃでかいじゃないですか。でね、何がいいってフルーツのあの種類と数の多さ。あ、友達も今親友もカナダ行ってて、うん、フルーツのすごいあの写真送ってくれて、すごいの、普通になんかイチジクとかダーってあの箱ですごい置いてあったりとか、なんかすごいですよね。あのね、多分日本でもそんなに種類は少なくはないと思うんですけど、うん、はい、でもね、あのそれこそ桃に関しても、うん、こんなこうお尻のプリンとしているような桃じゃなくて、うん、はい、プレーンっぽい桃とかの何種類もブワッと色も違うしっていうのであったりとかで、えこれ桃じゃなくてプレーンでしょって言っても、うん、桃なのって、プレーンはこっちって言って、うん、本当にプレーンはあってとかっていうので、すごい豊富なんですよ。でカジュアルにも食べれるから、うん、もうなんか切らなくてもそのままこれぐらい、全部これぐらいだし、リンゴもこれぐらいだから全部ハムハムって食べれちゃうって。確かに海外は皮むかないって言いますね、外国の人は。そう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 、でも皮むかなくても美味しいんですよ。だからね、ああいう文化日本にも欲しいですよね。ぜひぜひお願いします ね、手頃にね、みんなで毎日朝フルと先フルをやってください。後酒と、え、前フル酒嘘です、嘘です。フルーツとね、はい、朝フルは朝フルーツ、朝フルーツです。先フルは、先フルはですね、あの、うん、ご飯の前にフルーツを食べるっていう、何ですか、あの、うん、フルーツすぐ栄養になるっていうのと、食物繊維もいっぱいなので、はい、まだちょっとお腹がいっぱいなんですよ。それすぐ栄養になるし、うん、で食べ合わせがすごい大事、食べ合わせとか食べる順番、うん、はい、よくダイエットとかでもあるじゃないですか、はい、野菜、先、うん、はい、肉、炭水化物みたいな、うん、その前にフルーツ行くとめちゃめちゃいいんですよ、健康に。ぜひ。どんなフルーツがいいとかってあるんですか。はい、特にフルーツ あの種類とかは全然何でもいいんですけど、お好きなやつでいいんですけど、最初に食べておくと本当に消化も助けてくれるし、うん、すごくいいです。確かに、あの、なんだろうな、給食の時って必ずフルーツありましたよ ね、 よくね。でもデザートなのかと思ってたけど、 そういうイメージすごいありますよ ね違うんですね、先に食べるのがいいですね。先がいいですね。私は結構先に食べてましたね。あ、本当本当すごい。健康面とか結構あの栄養学は大好きだったので、フルーツ先に食べるっていうのいいって知ってたの食べたりとか、あとなんかグレープフルーツはあの体を冷やすから、柿とかそういうのを食べると体を温めるフルーツとか、なんかそういうの聞きました。詳しい通りです。おすごいさすが。そうなんだ。じゃあいっぱいいろんなものを種類で食べたいですよね、うん、そして酸化しないようにレモン水かけてね、あ、かけてね、旬のものを食べた方がいいですね、やっぱり。あ、なるほど、旬が大事です。これからだったら何がきますか。これからですね、柿きます。あ、はい、今もど真ん中も本当梨ですね、今日も入ってます。梨大好き、はい、私美味しいです。
私、はい、あごめんなさい話をちょっと青森出身なので、はい、もう普通に日常的にリンゴがあったんですよ。そうですよ、もう見たくもないっていうぐらい青森の皆さん、いやでもね本当これリンゴだってもう、はい、買ってなくっても家にあるんですよ。へどっかの親戚からもらってきて木箱でバンってあるんですよ。さすがですね。だから本当に多くて、煮物みたいなもので作ったりする、グラニュー糖と一緒にこう煮たりとかアップルパイとかいろんな方法でお料理に入れたりとかってしないともう食べりきれないぐらいリンゴが多いんですよ。どうにかリンゴを減らそうみたいな。だからもうリンゴは見たくもないと思いつつも、うん、違うやっぱり梨がね、梨ね、なかなか手に入らなくて青森は。そうなんですか。そうだからね、リンゴばっかり作ってるからですよね。そうなんですよ。で親にね騙されてね、これはあの梨だから、あなたの好きな梨だからって言って王林渡されてリンゴじゃんみたいなことがあったんです。リンゴです、ね、色似てるから。そうこれから梨ですよね、やっぱりね。 梨もいろいろ種類あるんですごく美味しいですよ。そうですよね。ラフランとか洋梨も、洋梨もすごい美味しいです。これから今がオーロラっていう早生の品種が終わって、うん、で今のマルゲリットマリーランっていうちょっとマニアックな、うん、あの洋梨もねちょっとマニアックなんですよ。マルゲリータそういう感じで桃も梨も梨なんですけど、実は2週間ぐらいで旬が変わってて、品種がもうバンバン変わっちゃうんですよ、フルーツって。面白い。なんかスーパーとか行って、うん、今日買った梨を買って食べて、うん、1ヶ月後に買った梨は品種違ってますよ。そうなんだ。じゃあこまめにちょっとスーパー行って、はい、いろんな種類を楽しんだ方がいいんですね。収穫の秋ですからね。収穫の秋なんで、食欲の秋なんで、はい、じゃあ原さんのお家にはやっぱりありますか、はい、果物いっぱい。あ今日あります。今日はあの、うん、洋梨と、うん、あとプラム入ってます。今日持ってきたこれ。いいな、プラム大好きで、なんか華やかですよね、はい、もらいたいですもん。食べたい。みんなで食べましょう。家族で取り合いになって私のプラム誰が食べたのなるなる、絶対なる。なりますあの保存方法ってどうしたらいいんですか。保存はですね、あの桃とかあの梨みたいな傷みやすいのは冷蔵庫入れるんですけど、うん、結構カピカピになっちゃうと思うんで、うん、ビニール袋に入れてあげるといいです。ビニール袋、ビニール袋、へー。そのまま放置しておいた方がいい果物はありますか。それはです、洋梨とメロンです。今の旬のメロン。ほー、リンゴはどうなんでしょうか。リンゴはあの和製あの、うん、あと私早めのやつは早く食べちゃった方がいいので、うんうん、はい、まあ、ビニール袋入れて冷蔵庫がいいです。あとリンゴって多分詳しい有名だと思うんですけど、キウイと一緒に置くとキウイがそうなんでエチレンガス出てんで、他の果物と一緒にしちゃうと、あれで何度失敗したことか。だいぶ熟しちゃうのでエリンゴだけは別がいいですね、入れるんだったら。あれあの新聞紙の方がいいんですか、サランラップの方がいいんですか、ビニール袋に。あ、何でも大丈夫なんですけど、うん、まあ、新聞紙巻いてビニールだったらもう完璧だと思います。なるほど、はい、学ばせていただきましてありがとうございますさあ言うてる間にですね、あの時間がもう時間だ、はい、来てしまいまして、なんとこの時間からはですね、私作りましたコーナー、ライフ食というコーナーです。はい、このコーナーは皆さんゲストの皆さんに自分のソウルフードだったりとか、うん、足立区のこのお店のこれが美味しいのよとか、そういういろいろな、まあ、食に関することをですねお聞きしてるんですが、はい、まあ、もちろん大好きな食べ物でも大丈夫なんですけども、何かなと思うんです。何でしょうかね、はい、何でしょう。実は餃子です。餃子、餃子です。いいですね、原さん大好き。めっちゃ餃子です。餃子、はい、餃子です。お酒とビールと、ビールと、もうね、餃子、ビール、ラーメン、これ鉄板、もう最高。私は大阪の地も入ってるので、ビールはたこ焼きかお好み焼きっていうのもプラスなんです。それもいいですね。それ最高ですね。最高ですよ。いいんですよね。もう餃子作りますか、自分で。餃子作ります。あ、最近はあんまりですけど、うん、あの結構学生の頃とかは、うん、あのみんなで餃子パーティーやろうって言って、なんかちょっといいですね。生地作って、で、うん、こだわってる子がいる時はもう皮まで作っちゃおうぜって言って皮作って、でみんなでホットプレートで焼いて、うん、いいですね。みんなで食べるっていう。確かに、いいな。どこのこう餃子屋さんが好きとかありますか。あ、餃子屋さんですか、うん、亀戸とかすごい有名で美味しかったですよ。あの亀戸天神とかあるじゃないですか、あの辺って餃子屋さんがすごい乱立してて、で入ると何枚みたいな聞かれて、うん、じゃあとりあえず2枚でみたいな、餃子2枚とビールみたいな、以上みたいな、そういうお店が結構あって楽しかったです。へ、餃子オンリー食べたい時はそこに行くっていう。羽付きの方が好きとかあるんですか。なんか分かんないです。羽も好きですし、やっぱ手作りが本当は一番好きなんですよね。やっぱり違います、生地から作ると。でもちもちしてます。へ、美味しいです。
マルショって知ってます？どこですか？冷凍で結構か、国内外、国内外じゃない、国内結構回ってるんですけど、おすすめですので、ぜひ買います。次、はい、召し上がってみてください、はい、いいですね。さあ、そしてですね、今日のライフ食、はい、1階にですね、お店がありますよね。その名は、はい、プエドバール。そうです、プエドバールでございます。1010円で100分梅酒が飲み放題、100種類以上ですね、はい、今ね、もうね、すごい、先ほどもね、はい、打ち合わせ1回でしてましたけども、はいはい、先週もね、お二人で、はい、一緒にプエドバールで ね、ご飯食べてましたが、その中でですね、梅酒を紹介したいなと思いまして、でもお酒のプロフェッショナルがいらっしゃいますので、原さんに何がおすすめですかねって聞いて、これがいいんじゃないかということで選んでいただいたの隣にあったやつがじゃじゃーん、五代生姜梅酒。はい、というわけでですね、生姜の梅酒でございます。さあ、みんなで乾杯しよう。待ってました。乾杯。はい、乾杯。でも先ほどからもなんか飲みたそうでね。そうなんです、そうなんです。いただきます。お疲れ様です。今日も一日頑張りました。お疲れ様です。美味しい、もう最高。これ、ね、みんな飲むと喋れなくなっちゃうからね。そうなんですよね、ちょっと集中しちゃって、お酒に。あ、美味しい。勢いよすぎて飲んじゃった。すごくごくごく言ってましたよ。ちょっとどうしよう。お酒を浴びる、浴びるボンバー。うまい。美味しいです。美味しいですね、生姜入ってるし。私梅酒は好きなんですよ。梅酒も美味しいですよね。大好き、私も。タンタカタンの梅酒が大好きなの。美味しい。シソの、ね、梅酒がタンタンだけに。タンタンだけに。そうなんですよ。タンタンだけに。美味しいんです。生姜のもう一個黒い真っ黒いタイプがあって、本当はそっちをね、原さんね。そっちを先週飲んですごい美味しかったです。本当ですか。おすすめはそれですね。はい、こっちも美味しいですよ。はい、召し上がってください。一回本当に美味しい梅酒ね、いろいろあるのでね。あります。安いですよね。甘いものから甘いのが苦手な方まで幅広く取り揃えてあるので、うん、日本酒仕込みとかすごい美味しいですよ ね、やっぱもうね、目が輝いた日本酒の影虎とかいいですよね。影虎最高です。あれ最高です。レアで手に入んないんですよ、こっちだと。あ、そうなんだ。皆さん新潟行ったらあるんですけど、すすね、影虎、美味しい。すいません、お酒の話、はい、というわけでですね、最後に何か一言ありますか。もう残り時間が少ないんですが、ですね、今日は私が定期宅配ということで、太田市場直送 の、 毎月ですね、コープさんみたいな感じで一定額で、はい、一応1万円コースと6000円コースと5000円コースっていう感じで、毎月こういうフルーツのお届けするサービスをやってます。うん、ちなみにここにあるのはちょっとだけなんですけど、この倍ぐらいの量で、本当にちょっと私が厳選したフルーツを毎月お届けさせてます。すごい、美味しそう。毎朝試食して美味しかったものだけを入れてるんで、うん、ぜひ。これはどのように検索したらホームページいいんでしょうか。ですね、果物の達人っていう名前でさせてもらってますので、うん、はい、検索で果物の達人って入れてもらえばトップに来ますので、うん、はい、そこからでもいいですし、あと私のフェイスブックちょっとつながってもらってメッセージとかでも全然 OK です。原しおりさんで、ね、ぜひ皆さんもチェックしてください。はい、い健康のためにね、ぜひね、はい、フルーツ、そうそうそう、これから旬ですから、はい、してください。ぜひ食べてもりもり健康でいきたいと思います。というわけで私もちょっとこの辺で、あ、どうぞどうぞ。いい、今週の土曜日19日、田町の、タワーマンションの放送会で、また料理イベント、秋の食材いっぱい使った料理パーティーやりたいと思います。夜18時から、まあ、片付け含め大体22時で終わりにしたいと思うというので、ぜひぜひ来たい方、私田野千穂でメッセージください。フェイスブックでお願いします。はい、ありがとうございました。というわけで今日のゲストは原しおりさんをお迎えしてお届けしました。また来週。また来週。ありがとうございます。バイバイ。